対ヤマトの対マンを行うぜ。ジャッジ君、司会進行は私とキャップだ。よろしく。やや風邪気味とのことだが、昨夜少し調子悪そうだったもんね。どうしたのよ、お腹痛いとか？そういうわけではないのですが、心配です。別にガチで喧嘩するわけじゃないわよ。そうだね、ヤマトさん、解熱剤は効いたみたいですけど。私とキャップは3分ほど考えた公平な決闘法を。で、結局のところ川上戦役の縮小版をやろうかと。川上戦役？何かとてつもない戦いの予感が。これは中国でいうところの東海遊戯。知っているのですか、宮子さん。南宋の時代、道館という元帥がいて、彼が敵国の領との間でやっていたものなんだけど、兵力を失わず戦の優劣を決められる優れたシステムとして。ずるいぞ宮子、俺が解説するんだ。しょうもない。俺はな、主にクラスとクラスがやり合うときに使われる決闘法で、まずこれを用意する。くじ箱。くじ箱、その中に戦う種目が入ってると？その通り、くじで引いた種目で戦ってもらうぜ。勝負を繰り返して先に5回勝った方が勝ちだ。中に入っている勝負はどのような？知力重視、体力重視、感性重視、いろいろな勝負が存在してる。クリスに有利なのもあれば不利なのも。つまり勝つには様々な力が問われるわけだ。本来は出た勝負に対して強いやつが行く団体戦な。それを対マンでやってもらうと。5回続けて自分に不利な勝負が出てしまったら。平等にくじは入れた。普通そこまで偏らないぞ。それに偏ったとしても運も実力のうちだろ。俺はカリカリ君が5回連続で当たったことあるしな。それを全部食べてお腹壊したとこまで言おうよ。あの時俺はバスの中で地獄の腹痛と戦った。何度隣のワンコにもうダメと訴えたことか。それは犬の災難だったな。大丈夫だったのか？うん、私が隣でどれだけ必死に励ましたか。あん時のお前涙目だったからな。隣でお腹痛いって人間が、ゴールしていいよねとか言えば涙目にもなるわ。話がそれたが、運も実力、いいな。ああ、複数回戦えるならくじでも問題はない。まずはじゃんけんをしてくじを引く番を決めろ。くじを先に引けるメリットって何かあるのか？紙によっては種目が2つ書いてあったりする。2つのうちどちらの種目でやるかは引いたやつが自由に選べるでしょ。了解した。始めよう、ヤマト。じゃんけん。何？こいつ自ら出す手を教えると？分からん。そんなことをして何の得になる？そうか、
こいつ嘘をつく気だな。ということは自分にグーを出させてヤマトはパーを。こしゃくな。ならばチョキを出してくれる。じゃんけんぽい。なに？前哨戦はヤマトの勝ちってところだね。こういう風に思考が読みやすい相手だから勝負しても勝てると踏んだんだね。ヤマトは風さえ引いてなければな。やっぱり止めるべきだと思います。でもそんな差し出がましいことは。さあ第一試合の種目を決めるくじを引けよ弟。あれ？どれどれ。おお弟よ、お前すっごいくじ運してるな。よりによって肉弾系引いてどうするのさ。これは面白いなヤマト。ギブアップかライン外に出るかで負けとなる。お前が最高に不利なのを引いただけ。自分でな。姑息な手段を使うから運に見放されるのだ。ほらヤマト、腕出せ腕。チェーンで繋いでやるから。お前の気骨見せてもらうぞ。それじゃあ第一試合、いざ尋常に勝負。何？それは自分を戦士と見ていないグローダゾーヤマト。これは誇りをかけた勝負。遠慮は無用。来い。解説の宮子さん、今の攻防を説明してください。第一試合のヤマトの狙いはこんな感じでしょう。
肉弾系では勝てっこない。なら余計なダメージを受ける前にギブアップすべき。だがただ参ったをするだけでは相手が納得しないので理由をこじつけ。なるほどね、ヤマト、あんたって人は。それでは次だ次。クリスも勝ちを拾ったようでいい気分じゃないね。ほら、くじを引け、クリ。面白いのを当てろよ。これだ。お、これは互角勝負か。テーマ、絵を描く。自分も心得があるわけではない。平等に行くからな。絵のお題はマユッチだ。え、あ、私謎を描くのですか。私たちの被写体だと、ヤマトと長年の付き合いだから、クリが不利になるんだよ。わかりました。そういうことであるならば。脱いでくれるか。ヌードデッサンだからね。生まれたままの姿に。いきなりの展開に私の心臓はすごいビートを刻んでいます。冗談に決まってるだろう。普通にしてろ。絵の具や筆は完璧に用意しておいたぜ。勝負は1時間。審査員はマユッチ自身。始め。では動かないでくれ、マユッチ。ポーズはいかがしましょう。私としては刀を構えているところなどおすすめします。自然体でいい。直江ヤマト、目が真剣そのものだ。自分の負けん、懸命に書き上げるぞ。面白そうだから俺も書いてみようっと。よし、じゃあまずクリスの絵をオープン。ちょっと照れがあるが、見てくれ。すごいです。私なんかをこんなに綺麗に。綺麗はオーバーだろ、照れる。だが心は込めたつもりだ。はい、ありがとうございます、クリスさん。おお、確かになかなかうまいね、クリスの。意外と何でもできるぞ相手は。大丈夫か。この絵の私、幸せそうです。クリスさん、クリスさんの絵はとても素敵です。でも私、この絵を見て少し涙ぐんでしまいました。審査員がそう思うなら思うがままに。はい、私はヤマトさんの絵を押します。絵の勝負はヤマトの勝ち。振り出しか。ああ、勝負に関係ないけど、俺の絵はこんな感じだぞ。負けた。うますぎるぞ、キャップ。